はい、さあ大将大将まで来て、ジンキサラリーそうですね、 OD 時間も長いから体力も回復してましたね。ゼレカ A メルキュリー、さあ3分だけ待ってやります。測りましょうか、ちょっと測ってみましょうか、実際ちょっとほんまに測ってみましょうか、待ってくれるのか。はい、よーいスタート。はい、ブゴンになってしまうな、時間ばっかり見てるとさあダンスダンスレボリューション、投げが通る、俺は裏返しはしない、裏返すとまあまあ、さあゲージがもうできている。 D レ D 昇竜中断、これはしっかりディスカリ中断、さあ粘着してタンクローラー、あと止まって、さあフィンバックして勝っている、バースト吐かされる、投げは抜ける、さあいまだ1分は経っていない、うわなんでなんで、さあ助かってコパン、下段中段リレーショール、まだ残るでしょう、コパンでしっかり暴れてタンクローリーから中段タク5へバックして、おー通りたかったが、しっかりフェネッチが差し込む、今1分経ちました。さあってことはこれ第2ラウンドは取れるかもしれない、お互い距離がある、C、B、 二段ジャンプはしっかりコムさん体験してて、西が裏回り画面端の方へ打っていく昇竜拳、さあ西ジャン西が B、 これはコンプがよく見ている、中段から中段もう一回、さあ中段ダメージをボっていく、さあうまい、しっかり後ろに下がってからの中段バックスで距離を取って6秒かわして、あー3分まだ経ってないよフェンリッチ、ダメダメダメよ、ダメダメ、はい、2分、さあ3分待ってやると言いながら3分経たなかったですね、2分10秒ぐらいでしたね、勝ったのは、フェンリッチ陣ですね。